はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安藤でございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、先日の通院の時のね、血液検査の結果が良かった、すごい良かったとお話ししたんですけども、その良かった方法、良くなった方法としましてはですね、やはりコーヒーを無糖に変えたことですね。そして牛乳を低脂肪乳に変えました。ご飯の食べる量などはね、変わってませんけども、最近このお腹の張りがね、ちょっとなくなってきました。これは効果がありましたね。でも体重がね、減ってないので、まだ気になるとこですけども、まだ無糖に変えて4週間、低脂肪に変えて2週間か、ぐらいしか経ってないので、そんなすぐには変わらないと自覚はしております。僕の中ではね、大好きな牛乳が飲めればいいんですよ、それでね。でもね、どうしても冷蔵庫から出したすぐの牛乳は冷たすぎて飲めないんですよね。歯が痛いんです。すごい。冷たいものを食べたり飲んだりするとですね、歯に染みると言いますか、知覚過敏って言うんですかね。知覚過敏とはですね、歯ブラシの毛先が触れたり、冷たい飲み物、甘いものを風に当たった時などに歯に感じる一貫性の痛みとよく言いますけども、歯ブラシが触れても痛くないし、風に吹かれても痛くないんですけどね、何なんでしょうね。でもきっと免疫抑制剤のせいやと思います。なので今年の夏はね、アイスも食べれずでした。というか、味覚障害でね、アイス系のスイーツとかね、まずかったので入院中から食べてませんけどもね、今やったら食べれるんですけど、ちょっと味が戻ってきたんで、味覚が戻ってきてましたんで、今食べれるスイーツとしてましてはですね、常温で食べれるコンビニスイーツとか、生ぬるくなったシュークリームとかですね、冷蔵庫から出してちょっとぬるくなったくらいがちょうどいいんです。皆さんまずいと思われますけどもね、僕からしたらそれがすごいちょうどいいんですよ。ああ、そう。あとあのね、あれですわ。焼きたて2時間以内のスイーツ。2時間です、2時間。でもなかなか焼きたて2時間っていうのは厳しいもんがありますよね。ケーキ屋さんいて、これ2時間以内ですか、これ2時間以内ですか、今から焼いてください。2時間以内に食べないと僕ダメなんで。っていうのもなんかね、心苦しいもんがあるんでね。どうしても、この食事制限がありますので、そこは守っていかなければなりませんけども、そんなもん食ってたらね、またブクブク太ってしまうんで、やめときます。今日は以上でございます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。